皆さんこんにちは、今日はロールいきます。左スライドアンダー、左エルボーです。それではどうぞ。はい、それではやり方いきますね。ここからそう乗せる、ここで離して入れてあげます。もう一回ちょっとゆっくりいこうか。ここからはいストップ、ここね、この形を覚えてくださいね。この形でここで入れてあげる、離して乗せて、これ取り方どうでもいいです。とにかくこの腕に乗せるというのが大事なので、取り方はどうでもいいので、左エルボーにここで乗せてあげるというのが大事ですね。見て分かる通り飛んでないのが分かると思うので、しっかりと転がして入れてあげるという流れをね、ちょっと覚えてくださいね。はい、 OK です。はい、じゃあちょっと上から見てみましょうか。こう来たのを、そうですね、手首をひねって入れてあげる、ひねって乗せてあげてください。 OK です。はい、割り見本いきますよ。これね、よくやりがちなのがポーンと、見えたかな、今飛ばしちゃうやつね。ほら、スポーンとね、ポンと飛ばさないで、そうそう、こういう風にやっちゃう人がいますので、飛ばさないでちょっとやってみましょうか。転がしてあげる、そうそうそう、ここ結構ね、ギリギリまでね、見ててね、こう離れるタイミング、グッと結構手首をグイッとやって乗せているので、飛ばさないで入れてあげるという練習をしてください。はい、皆さん左スライドアンダーの、エルボーいかがでしたか。これまずね、乗せてここ手首しっかりひねって乗せてあげる。でこれカットバックスとかね、カットバックに続けられるといいので、ちょっとカットバックまで行ってみましょう。後ろ向きまでね、トントンと続けられるといいですのでね、こういったものもね、練習していきましょう。頑張りましょう。